幸い今なら宮殿にたどり着く前に輸送車を破壊できる。そのために必要なイオンディスラクターは用意した。失敗は命取りだ。どうもこんばんは、カルアリオです。広々が全くマッチングしなくて、あれです、あれができません。英雄大激突の撮影ができません。仕方がないので今 GA やってます。お、前出すぎじゃね。この間ですね、ちょっと病院に行ってきたんですよ。鼻のね、ちょっとあれが調子が悪いっていうことで、でそれで診察受けてたんですけど、問診してもらってる時に、問診してもらってる時に、両親に来てもらってくださいって言われて、後日手術をする時に、待って、ちょっと喋りながらできない。あそこか。そう、両親にご連絡してくださいって言われて、で、実家どこですかって聞かれて、あ、ちょっと遠いですって言って、あ、遠いんですね、どこですかって聞かれて、お、まあ、ちょっと、どこどこですって答えて、そしたら、あー、それ遠いですね。で、その何市ですかとかって聞かれて、その間ずっとその診察してくれてる先生ずっとなんかニヤニヤ笑ってん、俺の受け答えがなんかおかしかったのかな。なんかよくそういうことあるんですよね。なんか知らない人と喋るときになんか俺の受け答えがおかしいみたいで、なんか、おい、ちょっと待って、知らない人がすごい笑ってくるみたいなことがあるんですよね。射程外か、まだ。グレネードしよう。よし、あれは味方が。あ、嘘。そう、知らない人と話すと、なんか、僕のなんか喋り方がおかしいみたいで、なんか、すごいニヤニヤされるんですよね。なんなんだろうな。あれ、味方か。おい。受け取れ！グレネードだ！あ、ダメだ、これは。ちょっと待って。
向こうに戦車もいるし、そこの待って、ナイス、この辺の人にあげた。ヒーローいたりする、もしかしていないか、後ろに敵ね、味方か、よし、敵今かな、あくそー、ヒーローボスク、ね、何の話しようとしたんだっけ。まあそう、あの僕声優よく行くんですよ、声優、あの家の近くにあるっていうのもあるし、妨害している、攻撃しろ、どうに敗北はない、お、ナイスようだ、助かったぜ、死んだぜ。僕よく声優行くんですよ、スーパーの。待って、ボスクいる？ダスモールか？まあよく行くんですよ、声優で、あのカップ焼きそば欲しいなと思って、カップ焼きそば食いたいなと思って、カップ焼きそば、おっぱい、この人のところから出たい、ダメっぽいな、生きて、あ、ここでいいや、あ、そうだ、リチャコマなんだ、忘れてた、ライフ回復じゃねえんだ、ネドを使う、よし、ナイス、え、まあ、待って、大型牽引走車に配置に疲れた、交代するしかない、だがいいか、まだ諦めるつもりはない、後ろからジジイが迫ってきてる、銃の手入れをしておけ、ちょっと死ぬ前にこれで、あ、もうどっちにしろ間に合うねや、声優よく行くんです、スーパーのカップなんか同じ話何回もしてる気がするな。でカップ焼きそば食べたいなと思って、カップ焼きそばちょっと取って、でそういえば家にマヨネーズはあったけど、からし買ってないなと、からし持ってないなと思って、からしをね買いに行ったで、からしのパッケージのさ、うお、何？パッケージの裏にさ、なんか使い道っていうか、こうやって食うとうまいですみたいなの書いてあるじゃん、書いてあるのね、でそこにメンチカツとかにソースとからし一緒につけて食べると美味しいですみたいなの書いてあって、あ、メンチカツねと思って、メンチカツ食べたくなって、メンチカツも買ってきちゃって、やっぱあのなんかね、スーパーってね、なんか陳列棚になんか並んでる時って全部がキラキラして見えんの、そういうことね、そういうことってないかな、ないか、ちょっと毒ガスまいといて、あのそんなにあれなんだよ、小食なので、カップ焼きそばだけ食べられればいいやって思ってたんだけど、小食だし、あと晩ご飯だったから、おお、ナイスパンチ、待って、西はやばくない、やばくないか、はい、ダメ、ビリビリ、ビリビリがいる、ダメ、毒ガスの汎用性よ、え、お、敵じゃん
もうスーパーの話してたから分かんなかったね、一瞬。やべ、間違えちゃった。あ、待って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 。よし、やったぜ。そう、晩ご飯っていうのもあったから、晩ご飯だからカップ焼きそば一つだけでご飯いいなって思ってたんだけど、やっぱね、あると買っちゃうんだよね、メンチカツとかさ。おっと、誰かリチャコマ押してください。誰もいない、サボり。やべ、一周して戻ってきた。東側やばいじゃん。しまった、わしが止める。ドライドをマークした。西ドアコントロールに不正アクセス。ちょ、そこにヒーローいんだよな、敵ヒーロー。何がいいんだろう。ボスクがまだ生きてんのかな。毒ガスダメージ入ってんの。なんかいるんだな。真ん中は誰も来ない。ベイダー今日。ああ。ヒールを使わせてほしい。あ、待って、取られそうじゃん。ヒールを使うチャンスがあるかもしれない。ないね。敵が逃げていくぞ。よし、使い上げよう。ということでね、本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。チュン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